皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、まあ、今週最後、金曜日の、取引だったんですが、まあ、昨日の5番ですよね、ニューヨークダウ、こちらなんですが、まあ、最後にかけて、引けにかけてですね、大きく落ちていて、マイナス550ということで、まあ、週末プラスですね、この後、遅い時間に、まあ、アメリカの経済指数の、発表が一つ控えてたと思うんですが、あとはですね、まあこれを受けてというかね、まあ日経平均も、まあ、マイナス100なので、まあそんなに大きな下げではないんですが、まあ2万8000のね、横横から、下に落ちた形。まあただ平均線、短期線以外はですね、まだ上で推移していることと、一応、まあ長い下髭の陽線ということなので、まあ来週次第かなというところです。で、マザーズが一応プラス2なんですが、まあ2つありましてですね、1つ目は、まあ、マザーズがプラス2の割に、まあ自分がチェックしている銘柄で言えばですけど、そんなにプラスの銘柄が目立たなかったかなというところと、まあむしろ、まあ、この後発表というかね、紹介するんですけど、まあ、ストップ安の銘柄も目立ったぐらい、この地合いの割には、まあ、荒れてたというかね、売られたのも多かったんじゃないかなと思います。で、もう一つが、この3日間同じことを言ってるんですけど、この800のライン超えられないまま横横。で、これ全く同じようなことがここにもあるんですよね。まあ、ただ、この時は、3日目が陰線で落ちてきたということだったので、今回は、やや右肩上がりで今日も陽線だったので、来週こそは超えてほしいなと。まあ、大きなポイントで言うと、この800のライン1回、2回、まあ、ここで、まあ、さらに2回ほどあるんですけど、なので、まあ、ここを超えないことにはね、上に進めないというか、かなり一つ大きなポイントになるかなと思うので、超えてほしいと思います。で、まず一つ目の銘柄なんですが、はい、アジア開発なんですが、昨日ですね、まあアジア開発だけで一本動画上げているので、まあ昨日の IR とかね、その動画で見ていただければと思うんですが、まあ、昨日の動画でも言った通り、今日は6円買い、7円売りになるんじゃないかなと、言っていたので、まあ一応その通りだったのと、まあ引けがね、7円だったらいいなとは思ったんですけど、まあ引けは6円になってしまいました。まあただ6円買い、7円売りのチャートは、まあ久々かなという感じです。で、PTS はですね、まあ、6.2、6.3 ぐらいでしたね、今日の動きとしては。なので、まあ、昨日の夜間からですね、まあ、6.2 か3、上がって3ぐらいなんですけど、まあ、この 5.5 のね、ラインから、まあ、一応、上向いて平均線抜けてると、チャートとしてはね、いい形なんで、まあ、あとはね、出来高伴って1回大きな上げ。まあ、1円2円だけでもね、終わりの8円9円になってくると、まあ、ちょっと面白くなるかな、という感じです。で、まあ、アジア開発はね、昨日材料も出たんで、今日この辺にしてですね、今日も好調だったのがね、グノシーですね。ちょっとマイナスから始まったんですけど、結局ね、ずっと買われて、プラス 69.6% の上げということで、ここ1週間ね、ほぼ同じようなチャートですね。大陽線がずっと続いてます。で、特に、まあ、売りシグナルではないかなと思います。まあ、ただ、この大陽線の後にもいきなり売られるっていうことは、まあ、例外というかね、たびたびあるので、全く 100% ないってことは当然ないですけど、まあ、この形的に、上昇継続と見ていいんじゃないかなと思います。まあ、ただ唯一、まあ、マイナスなことというかね、上げるとすれば、短期線からちょっと終わり値がかけ離れたので、まあ、いい意味で上がっているってことなんですけど、まあ、調整が入ってもおかしくないかなというぐらいですが、
まあ、勢いとかね、その思惑でいけば強いんじゃないかなと思います。で、グノシーの次はですね、ここからはちょっとストップ安銘柄になるんですけど、グローバルウェイがですね、ストップ安で引けています。で、おとといですかね、この十字、真下の時から、まあ、ここが流れ変わる可能性があると。で、昨日も同じようなことを言いました。で、今日も大幅な下げというか、ストップ安。なので、まあ一応700のラインの、まあこの十字がポイントになったかなと思います。まあなので、本来はね、もうちょっと勢いあったかなと。まあ、ここはね、ストップ高だったんで、本来はまあ800とか750ぐらいまで最低でも行く勢いだったかなと思うんですけど、やっぱこのタイミングでのちょっと真下っていうのはかなり引っかかったのかなと思います。まああとは4月の、4月ってもう今月ですけど、材料待ち、そのグローバルウェイとかね、カカムーチョさんが、そのタイムコインに対してどういった、まあ、IR とか、拡大、事業拡大に関してのアクションがあるかなという IR 待ちなんですが、まあ、チャートとかタイミング次第だと思うんですけど、まあ、いい IR とかね、いい形でいけば、まあ、このまま V 字で、まあ、爆上げというのを期待したい方が多いと思うんですが、まあ、当然その可能性あります。内容次第とかタイミング次第で。まあ、全然あるんですけど、まあ、もう一つのパターンとしては、例えば今480で、まあこのままね、400から500の間で推移したとしてですね、700付近で高値掴みしてしまった人が、とりあえず利確したいとか、まあプラマイゼロ、損切りしたいとかっていう人が、そのいい IR というかね、その上がった際に売りが出る可能性があるので、そこでまた上髭になってですね、せっかく、IR というかね、期待してたものが出たんですけど、売られて、まあ、この700のライン超えられずに、まあ、横横とかね、直近の高値ここになってしまうという可能性もあると。まあ、だから今、どんな内容の IR が出るとか、進展も全くわからないし、何月何日に出るっていうのも知らないんで、まあ、もう憶測でしかないんですけど、まあ、考えられる形としてはですね、まあ、すごい思惑というかね、事業拡大で爆上げパターンもあるし、まあ、無風ってこともあるかもしれないですし、上がったけど、ここら辺、まあ、高値付近、直近高値付近の売りが出て、上髭で終わってしまうというパターンも考えられるかなという感じです。まあ、あとはですね、その時の、まあ、値動きとかね、日足とか、まあ、当日のね、5分足とかの動きで見るしかないかなと思うんですが、まあ、今の段階でね、ちょっと考えてみました。で、次なんですが、次、エッジテクノロジーですね。エッジテクノロジー、マイナス315、マイナス 18% 下げ。で、まあ、最後ね、ラスト1時間、特に大きく下げましたが、エッジテクノロジーも、昨日、一昨日の動画で、下がる可能性が、高いというか、まあ、この十字の陰線、この形ですよね。窓開いて十字の陰線、ここのね、終わり値というか、値段がね、価格帯というか動きが、まあ、このストップ高に近いとか前日に近いところで十字だったら、まあ、横横もしくはそれ上抜ける可能性もあると思うんですけど、窓を開けて陰線の十字って100% じゃないですけど、下がる可能性が高いと。まあ、おとといの動画でも言ったと思います。で、その後、まあ、昨日ですよね。結局、十字線の高値を超えられなかった。上髭の下で右肩下がりになっているということを昨日言いました。まあ、なので、今日、まあ、ベタな展開というかね、まあ、下がったということと、まあ、下がっただけだったらここら辺なんですけど、まあ、プラス、平均線もね、下回ったということで、
まあ利益確定だったり損切りだったりとか、まあいろんなものは含まれてると思いますけど、売りが出たということで、まあ今見返せば上髭2本で右肩下がりで売りという、まあベタな展開かなと思いますし、まあ大きなポイントはやっぱこの十字でしたよね。まあ絶対下がるとは、まあ今は下がってるから言えますけど、この時はポイントになる可能性が高いとぐらいしか言えないですよね。まあここ上抜けていく可能性もありますけど、基本的にはこれ窓開いて、この形の十字は 100% じゃないですけど、やっぱ下がりやすい、利益確定しやすいかなというところです。で、まあ、チャート的にはね、まあ、その、短いので、そんなにこう、平均線とかもね、たくさん出てないし、まあ、難しいんですけど、流れ的には今、押し目、もしくはトレンド変わったかなというところで、まあ、下髭とか陽線出るまで、待ってもいいんじゃないかなと思います。最後なんですが、バンクオブイノベーションというところで、最近というかですね、上げてる動画の中でも名前出ていないですし、全然自分もチェックしていなかったんですが、まあ今日名前がですね、掲示板やら、まあ SNS で上がっていたので、株価見てみると、まあ6ヶ月チャートだと、まあこういう感じですね。で、まあ3ヶ月で見ても、まあ今日の下げが、いかに大きいかっていうのがわかるかと思うんですが、高値更新してですよね。直近の高値更新して売りに転じたということで、まあ、上髭の陰線という形になってます。で、まあ、ここもですね、ストップ安なんですよ。マイナス700で、ストップ安ということで、まあ、高値からすると、今日高値が4550まで行ってたんで、まあ、一番上から行くと1000落ちてることにはなるんですけど、で、PTS が今マイナス15ですね。なので、まあ、PTS 最初がマイナス100ぐらいまで落ちてたんですけど、今ちょっと戻してきたというところなんですが、まあ、悪材料が出たっていう感じでもなさそうなんで、ある程度、利確とかなのかなって感じですけど、この会社をですね、全然自分が調べてなかったんですけど、まあ、スマホアプリの会社というかね、メインの会社で、新作 RPG、メメントモリ始動で、売上急拡大ということで、まあなんか、こういうね、スマホアプリの会社で爆上げっていうと、例えばコロプラですかね。コロプラとか、ミクシーのモンストとか、ガンホーのパズドラとか思い出すんですけど、まあ、その時もね、値動き激しかったなっていう記憶がありますが、まあ、これ、今 PTS 見る限り戻してるんで、来週月曜日ですね、もしかしたら、プラテンする可能性もあるなとは思いますが、シンプルにチャートだけ見るとですね、まあ、例えば月曜日の戻しとかあったとしても、この4500のね、この上髭を超えるようなことがあれば、また上昇チャートというかね、さらに高値というか強いんですけど、これだけの強い上髭の陰線出ちゃうと、本来なら窓を開けて、崩れていくところなんですが、うん、まあ1500からね、一気に3倍。まで上がってきたので、1500から4500まで行くとですね、まあその短期的な利確なのかもしれませんが、本来はもうトレンド変わってもおかしくないぐらいのチャートになってるかなと思います。で、出来高も急増してるので、まあかなりこう、安いところでね、拾ってた人の、まあ、売りが出たとか、まあ株主というかね、持ってる人が入れ替わったんじゃないかなと。いう動きでした。で、正直その会社に関してですね、自分が詳しくないので、あんまりそのチャート的なことはあるんですけど、そのファンダメンタルというか、今出てる材料とかちょっとわかんないんで、今回値動き激しかったなというとこなんですが、まあ来週とかですね、引き続き
動き激しいようだったら、ちょっとチェックしていきたいなと思います。で、以前自分が言っていたアクロディア、今名前変わってね、WHDC みたいな感じですかね。Why How Do Company みたいなね。ところが、調子良かったんですけど、今日マイナス10ということで、チャートもね、180で何回もこう跳ね返されてね。で、上ヒゲのラインがこの200オーバーだったんで、まあできればね、160、180で仕込んで、200、もしくは200超えたところで売れればなっていう感じだったんですが、今日ちょっとこう、大きな売りというかね、下げたなというところで、まあ材料としてはですね、昨日ワラントかな、まあ資金調達みたいな、IR が出てたので、まあそれが原因だとは思うんですが、まあ、ソレイジャーとかね、まあちょっと別の銘柄ですけど、バイオ銘柄とかね、ワラントだったり資金調達見てると、やっぱり直近、なかなか上がれてないところが多いかなっていう印象ですね。まあ、コメントとか、全般で見ると、そのワラントとか資金調達、全般が悪いことではないとか、マイナス材料じゃない、その資金を元に何か動くっていう捉え方で、プラスに動くことももちろん例外ではないですし、タイミングとか次第なんですけど、まあ、基本ね、自分が見てる感じだと、まあ、過半数以上は、やっぱりそれ受けて落ちる可能性とか、パターンが多いんじゃないかな、ということなんで、まあ、今、平均線もね、ちょっと下回ってしまいましたし、来週ですね、なんとかこう、まあ、リバウンドというかね、170、180台をキープして、で、まあ、決算だったり、大きなね、IR で200超えを目指してほしいな、と思います。今回は以上になります。今週はですね、もうこれ取引、株は終わりですね。来週まで。この後 FX とかですね、ニューヨーク、ダウ先物になるんですけど、また土日ですね。まあ、今週結構偏った銘柄を紹介したので、まだね、たくさん注目 IR とかね、面白い銘柄あるので、土日でちょっと、見落としたというかね、違う銘柄にも目を向けたいなと思ってます。なので、また明日、明後日、更新しようと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。